Amazon に薬のレビューがないことに疑問を抱き、法律を調べたところ、薬の販売者はレビューを掲載できないことを知りました。そこで薬の利用者がレビューを投稿できる薬見るというサイトを作りました。最初に人を集めるのが大変なんです。ひろきさんどうやってこういったニッチなサイトに人を集めますか？違法です。結局その、薬に関して何々に行きますとか、本来に薬効がないことを書いてしまうと法律に触れます。だから、その、なんでそういうサイトがないかっていう時に、世界中の人がバカで自分だけが思いついたって考える人もいるんですけど、要はそれって何かの理由で作らなかっただけなんですよ。だからその、誰も気づいてない薬のレビューサイトやったらいけるかもっていうのは、あなたが頭いいから、その他の人が気づかなかったわけではないです。それは違法だからやってないです。なので、弁護士さんに相談して、今のうちに閉じるか、合法でやるにはどうすればいいかを相談してみるといいんじゃないでしょうか。はい。絡んできた酔っ払いにムカついてたまたま持っていた包丁を向けました。その酔っ払いがビビって逃げ出してその拍子に車道に飛び出してしまい車に跳ねられて死んでしまいました。包丁を向けた人間は罪に問われますか？はい。ちなみに目撃者いません。監視カメラにも映ってないとします。それが証明されると、残念ながら罪に問われますね。要はその、脅した結果その人が逃げて、その結果に落ちきた出来事なので、要はその人が死ぬとは思ってなかったんですけど、そのきっかけを作ってしまって、で、包丁を向けて脅すということ自体は、そもそも違法行為なので、残念ながら、バレると捕まるので、悪いことをしないで逃げ切れるといいですね。まあね、捕まって逮捕されたとしても別に亡くなった人が助かるわけではないので。なので、二度と人に対して怒っても包丁を向けるようなことをしないようにした方がいいと思います。